今週も始まりましたパチンコプレイガイド TV 増刊号。今回の実践ホールは前回に引き続きビッグアップル太宰府店。こちらのホールは最新機種はもちろん人気機種をバラエティ豊富に取り揃えているのが特徴だ。パチンコは前代1円パチンコだぞ。前回ヤマキンはプラス500枚という目標の中、ドンちゃん祭りミリオンゴッドを打ち、現在の収支がマイナス1750枚、目標まで2250枚という結果に。巻き返すのは少し厳しいところだな。サイクロンはプラス1000枚という目標の中、現在の収支はプラスマイナスがゼロ。調子が上がればすぐに目標は到達しそうな感じだが、そううまくはいかないのがサイクロン。後半はうまくいくといいんだがな。二人とも後半戦はいいところを見せてくれよ。さあ、ということで後半戦、まあ、緑の皿なんですけれども、まあ、ART 今アマゾンゲーム確定している状態で、ただ今日僕全く上乗せがひどい状況なんで、ここは一人ね代打立ててみようかなと。スケッタースケッタということで、ちょっと ART 打ってみてよ。はい、僕は全然上乗せてないけども、あやちゃんが頼むよ。こういうことですよね。じゃあ行きます。おお、あやちゃんを代打で使うなんて豪華なことするな。サイクロンはジャイアンツもびっくりの起用法だな。1ゲームでボーナスを引くなんて、あやちゃんすごいじゃない。びっくりするわ。私の引きの問題ですよね。すげえ。まあでもレギュラーなんだろうね。え、やっぱりレギュラー。ちょっと AKB でいいとこ見せれんかったけん、まあ、サイクロンの台ではありますけども、ここでいいとこ見せたいです。
めっちゃ普通に楽しそうに上乗せしよったやん。すいませんね、面白いとこもらって。本当、あやちゃんはすごいよ。サイクロンなら2コンボで終わっているところだよ。ライダーの神様といっても一体だよ。あ、リリー。そして前半ダメダメだったヤマキンはどうしてるんだい。さあ後半入ってね、あの最初言ってたミリオンゴッドに戻ったんですが、またまたいきなりリプさん、もうリプレイ4連にかけるしかない。はい、いくぞ。頼むだ。ちょっと肩の力を抜いてね、これ。リプレイ。いやー、どうなの、どうなの。頼む。うわお。できることなら人生をリプレイしたいですね。もう頼むわ、もう。人生をリプレイって、それは言い過ぎだろ。中段リプレイも1個引いてるんでね。それで上がってないけどな。さっき来てよ。なんかあったら呼びます。ここからここから。あやちゃんはさっきからいいこと言うね。いや、いいことしか言わないね。わあ、今日はなんだかいけそうな気がします。もしそんなことがあったら、おじさんがサイクロンのことを叱っておくよ。ビビはしなかったけど、サイクロンなら遺跡にすら移行していなかったからね。終わったの？終わったの？じゃねえよ。あやちゃんがお前のために一生懸命売ってるんだぞ。ちゃんと見とけよバカ。しかしお前の隣の台は朝から出っ放しみたいだな。お前にもあれの半分ぐらいは出してほしいけどな。
この辺でちょっと休憩でも挟むか。みんな食事休憩だ。なんかみんなそれぞれ違うの頼もうよね、うん、せっかくですからね。あやちゃん何がいい？どうしようかな。わ、照り焼きだ、うん、え、照り焼き頼んだんですね。それは照り焼きですよ。違う、言いたいこと分かるでしょ。照り焼きの風味が満載だっていうことをまず伝えたかったんですね。まとめて照り焼きだっていう言葉が出ない、ね、もうちょい山野キングさんに優しくしてあげないと帰っちゃうよ。本当よ、もうすいませんね、なんかいろいろ心がズタズタになってたからね。山野キングさんは AKB は好きなんですよ。 AKB 好きですよ、僕は。誰推しなんですか？前田敦子が大好きですよ。前田敦子ですか、うん、定番ですね。普通の他がよくわからない誰が好きなの？言うて僕もあっちゃんですけどね。なあ、ねえ、まあ、あっちゃんも可愛いですけど、うん、まゆゆ可愛くないですか？渡辺まゆゆがよくわからないんだよ。もう名前しかわかんないのよね。じゃあ会話盛り上がらないじゃないですか。分かってくださいこのちょっとキャバクラで盛り下げてしまったみたいな感覚。こんなの結婚したんだよ。嫁がよー喋るんだ。本当だよ。ダメ、それは言ったらいかんで。15秒以上黙ってられないよ。もう本当、俺測ってたんだから。この間あった時、8時間ぐらい一緒にいてね、15秒以上黙ってる時がなかったんだから。本当だよ。すごいよね。世にも奇妙な生物です。大変なんじゃないですか。大変。いや、もう喋ってる。僕は黙ってますよ。一方的に喋ってくる。ずっと喋ってるから。マジで。怪物ですね。喋らなくなったら死ぬんでしょうね、おそらく。あ、一回番組出したらいいよ、あれ。見てみたい。や、ほんと勘弁してくださいよ。マジで。ウエイトが聞かないんだから。喋りの方のウエイトが。ウエイト切れちゃってたよ。ねえ。すごいから。ほんとに。そうよ。山野さんも最近結婚されたんですよね。してないですよ。してないですか？してないです。あー、そうですね。すいませんね、なんか。何の話？なんかすいませんね。あやちゃん、じゃあさ、どうするの、あやちゃん。え、どうするの？何結婚するの？結婚ですか、うん、まあ、将来的にはどういう人を結婚していくどういう人まあ、背は、うん、あ、背は自分よりやっぱ大きい方がいいの？いや、私、あんま自分より高すぎたら、うん、ちょっと怖いんですよ。なるほど。なんか同じぐらいかな、うん、理想は、うん、理想はね。でも、うん、私168の時に150センチぐらいの人と付き合ったことある。お、すごいやん。じゃあ、ちっちゃい人の方が好きっていうこと？どっちかって言えば。どっちかって言えば、多分ないものねだりってやつですかね。ないものねだり。もっとちっちゃかったらいいなみたいな、そういうのがあるわけ。うん、もあ、自分が、うん、自分が、そうですね、ありますね。結構コンプレックスな時期があって。背が高いのが。へー。まあ今はどうでもいいんですけど、逆に高いヒール履いて。おいこらみたいな感じで。いやだ、そうだ、女だ。でもあれだね、ないものねだりっていうことはやっぱりこのおっぱい大きくて可愛い人が好きだったりするわけ。自分にはないもの。あれ。カットしてる。隠してるだけよ。あ、違った違った。そうか。触れないで。あやちゃんの相手はそうか。男だもんね。男。おっぱい関係ないね。そうかそうか。欲しいの。っていうことはあれだね。今背もちっちゃくて、女らしい感じの。女らしい、女らしい感じ。なんでニューハーフみたいなのになってるの？あいちゃん、でも本当に本当にちょっと言って、今日もういいから。え、何を？ニューハーフかどうかだけ。そこだけ。ニューハーフじゃないって、この声。本、いや、だからあいちゃん、今テレビだからそういうこと言ってるのはわかるけど、本当に女の子ね。逆に今そのなんかね、恥ずかしいのかもしれないけど、ニューハーフでこんだけ綺麗ってなったらその逆にいけるよ、うん、そうよ。だからもう思い切って、うん、いや、思い切ってるよ、最初から最初から思い切ってますから。思い切ることがないです。思い切って、いや、ニューハーフですって一回言ってみよう。一回言ってしっくりくるかもしれない。なんで、なんで、しっくりくるかもしれない。来ない、言わない、絶対言わない。一回、一回私ニューハーフですって一回言ってみようよ。わからないやん、だってそれ自分の中でスッと
とこうすっきりするかもしれない。そんなそんなないですよ。いいいいからこれガブガブ見ながら私ニューハーフですって、とりあえずとりあえず一回だけ言ってみよう。とりあえず一、うん、回だけ言ってみよう。私ニューハーフです。うん。ちょっとしっくりちょっとごめん今ごめん、こう編集で使うところやからちょっと黙って、ニューハーフですって言ったと黙って。なんでなんで。いやだからこれ そのシーンをいろんなところに、いろんなところにそこだけ挟めるから。それ本当になってるとなる。ダメですよ、その後があってこそですよ。どうしようこのアイキャッチで私ニューハーフです使われたら。いや、こう見えても福岡のね、番組にちょいちょい出てね、はい、やってますから、うすね、もう福岡のアイドルって言われてますから、ね、ニューハーフなんてもう本当本当ですよ、言っちゃダメですよ。いや、本当に気をつけてください。びっくりする本当に。でもさ、ここはどうだろう、思い切ってニューハーフ売れないですよ。ニューハーフだけどもで押していきましょうよ。いやでも売りじゃない、ニューハーフになったら。いや全然売りじゃないですけど。売りだと思うよ、こんなニューハーフですか、うん、背が高いのは確かに売りだと思いますけど、うん、ニューハーフではない。性別はもう売り、性別は変えてない。関係ない。あ、そうですか。そこは売りにしない、売りにしない、うん、この話やめましょう、うん、じゃあもう二度と僕はもうあやちゃんがニューハーフみたいだとは言いませんから。ニューハーフだって言うんですよ、どうせ。いや本当にみたいだじゃなくて、本当に今まで申し訳ない。ニューハーフ、ニューハーフって言い続け。何笑ってるんですか。まずいてないし。さあ後半行きましょうかね。そうそう、後半行きましょう。食べてないし。私ニューハーフです。聞いた、あの移動して中断ベル一発です。投資がですね46なんで2万、あ、違うこれで投資を含めて最初の500万の目標を合わせたら、ちょっと待って、わからなくなってる。ちょっとは落ち着け、収支の計算ができなくなったらおしまいだぞ。さあ今投資が2300枚で目標が500枚なんで2800枚のところで引いたよ。大逆転始まりますか。ここから2800枚はきついぞ。ゴッド揃い2回引いたとしても難しいぞ。来たよ、ついに来た。ついに来たって言ってもただのゴッドゲームだぞ。おっとチャンスか。いやいや、これで乗っけてる可能性もあるよ。頼む、なんか起きろ。そう簡単に上乗せは起きるもんじゃねえからね。しょぼい子役じゃなくて、ここは赤な中ゴッド揃いを引くしか逆転の手はねえぞ。さあ緑のはちょっとやめまして、演出のね入りたれんところでやめられてたんで、ちょっと打ってみたら荒行チャレンジ引いちゃいました。まあですね、ここで解除できればという話ですけど、レール揃えたら ARD 入るかもしれないから任せる。おー、大変な仕事、頑張れ。ここで代打の神様あやちゃんを起用するなんて、お前の采配は素晴らしすぎるぜ。来い。いやそのまま打って、それでいいですか。しかも熱血
普通に消化して終わりました。まだ行くんだ。負けちゃった。まあ本当に今日はカメラのいないところではいろいろボーナスが引けるってことで、今ジャグラーでビッグ引きました。でやめようかなと思ってます。投資が11,000、今まあこれ300枚ぐらいあるんで、手持ちのコイン考えればとりあえず収支上はプラスになるはずっていうことで、まあ1ゲームだけ回してこれチャンスじゃないの。引からんね、引からんね。ということで流します。隣の緑丼に座れてれば本当に今日はそれに尽きるかなと。正直あの隣の横では打ち切らないです。いやー終わった。単発だけやめてくれ。やーう。いやーこれは厳しい。いやー終わった。いやまだ分からん。いやこれ終わった。確かにもう終わってんな。もう逆転は厳しいかもな。ニャロ、もうちょっと朝一に決めたドンちゃんをもう一回だけ祭りをよろしくお願いします。さあ中段行きました。ちょっと確定順に行きたいね。頼む揃い。ああ揃わないか。まあでも当たってろ。これ勝った試しがないわ。これおめえは本当にあの演出には勝てねえな。やめようかな。うわもうこれはもう無理だと言ったところで実戦終了だ。サイクロンね、はい、1日っていうのはあっという間だね。そうですね、もう薄暗くなってきて本当にあの終わりまして、はい、まあ、今日も楽しくパチスローをね、はい、打ててよかったんじゃないかということでね、はい、皆さんあのパチスロー、ね、楽しんで、ぜひこれからも打っていただきたいと思います、はい、さあということで増刊号また来週もありますから ね、はい、あのぜひそちらの方チェックしていただきたいと思います、はい、楽しみに。じゃあ、今回はこの辺でおやすみだ。罰ゲーム、罰ゲームで達成できなかったでしょ、今日。なんか、あのね、あのね、何ですか。ちょっと待って、ちょっと待って、何これ。何ですか。やる気満々やんさ。当たり前でしょ。話って当たり前でしょ。2人が罰ゲームをするために登場したんですよ。あのさ、ちょっとまあちょっと聞いてください。はい、サイクロンは目標が今日はプラス1000枚、うん、で、結果は回収が700枚なんですけど、投資が550枚なんで、まあ目標は満たせ。収支的にはプラスだけど。収支的にはプラス。なるほどね。はい、で、まあ僕がですね、はい、ちょっと待って、もう計算ができない。
2750枚マイナスなんですよ。2000だから3250枚。足りない。もうさすがに出せないですね、この時間から。そうですね、ちょっと厳しいですね。何もゴッドでいけると言ってもですね。ただね、心の傷持ってるんですよ。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。いつも聞いてください。はい、ゆっくり聞きましょう。その傷を負った上に罰ゲームしますか。そんな人間ならできないんじゃないですか。そんなか弱い乙女にできることじゃないですよ、これは。傷跡にね、塩を塗るようなことできるのか、お前には。できるよ、ニューハーフだから。できるよ。大君、とりあえずニューハーフって言ったこと謝ろうよ。まず、謝ったこと、まずとりあえず謝ったこと、はい、そこだよね。ニューハーフって言って本当申し訳ございません。すいませんでした。はい、ということでいいですか。ダメですか。ダメです、謝ったところで。なんとかしてや。いやいや、なんとかできませんよ。あの、あやちゃんのは本当とんでもないっていう話ね。わざわざこの格好してくるぐらいですからね。気合十分ですよ。で、罰ゲームは何なの。罰ゲームはあやキックです。あやキック、あやキックです。サイキックではなくあやキック。技名ついてますからね。仮面ライダーキックとかライダーキックとかいろいろ聞いたことあるけど、はい、あやキック、あやキックです。さあ、じゃあ準備の方はよろしいでしょうか。あやちゃん準備しすぎやと思うよ。いやいや、それでは最後の罰ゲーム、どうも。ニューハーフで何がいいんだー。今、入ったんじゃん。大丈夫、最後、大丈夫、最後の顔。痛いっすよ、大丈夫かい。本当に痛いですよ。鈍い音したけど。さあ、次は山木さん。もう、いや、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ね、ニューハーフ、ニューハーフ言ってたのは山木さんですからね、やっぱり。いや、ちょっと待って、パチスロで負けただけでなんでこんな罰ゲーム受けるの。自分のさ、ちょっとこういう保険入ってないのよ。大丈夫です。蹴られて怪我した時の。入ってきます。入ってきたよ。大丈夫かな。覚悟はできましたか。いや、もうケツにね、力入れてね、はい、あやちゃんの足折ってやりますよ。逆にこうなったらカッチカチにしてやるから。ケツは俺のケツだよ、あやの足だ。はい。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。よし、ギャー、いきます。どうぞ。あ、いいですか。2で、あ、いいですか。なんかさ、3人一緒に行ってくれる。いいですか。あ、いいですかね。行きます。あ、ニューハーフって言いましたもんね、うん、言いましたもんね。いいですか。よし、来い。よし、ニューハーフ3連撃。いたあ、でも痛い、足も痛いかも。お、引き分けですかね、これじゃ。私立ってますからね、私の勝ちです。なんだこれ。あれ重いよね。あの、女の子の蹴りじゃなかったよ、本当に。いやー、ちょっとまあ、まあ、これあやぎっくで気合が入るでしょ。そうね、これ気合入れて、うん、またちょっと挑戦するときは、はい、ああ次こそは頑張ってください。次こそね、ミッションクリア。500枚をクリアできないなんてちょっと情けない。もうね、そうですよ。そう、頑張りたいと思いますが、はい、またね、増刊号まだまだ続きますんで、皆さんこれからもよろしくお願いします。お願いします。おやすみなさい。おやすみなさい。また来週。